はい、どうも皆さんこんにちは。全盲のバイオリニスト、そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤雄介です。本日は木曜日、なるほど音楽なんですけれども、近々行われる超お得なライブ、そして全国、いやなんなら世界中どこからでもご参加いただけるオンラインライブというのを ご紹介したいと思います。昨年9月にですね、新しいアルバムをリリースしましたドット&ライン、ね、ドラム&パーカッションの小川コノンさんと組んでおります。このドット&ラインというデュオ、2月22日にもね、ライブハウスでライブをいたしましたけれども、もっともっとさらにお気軽に、そしてたくさんの人においでいただける超お得な生演奏の機会というのが3月にございます。まあ実はドット&ラインはヘブンアーティストというものをやっております。まあ、このヘブンアーティストっていうのはね、東京都がやっている事業でして、都民に気軽に芸術に親しめる場をということで、行われている都の事業なんですね。でこれ、あの東京都が独自にオーディションをしていて、まあ、そのオーディションに合格したパフォーマーだったりミュージシャンだったりが、そのヘブンアーティストとしての活動を行うと、まあ、都が管理するあちこちで、行うというものでございます。でこのドット&ラインヘブンアーティストとしての活動、もうね、あまり最近は頻繁に行ってないんですけど、でもいろんな事情がありましてね、そう、年にね、1回は少なくともヘブンアーティストとしての活動を行わないと、ライセンスがね、剥奪されてしまうんです。そう、まあ、だから、まあ、年に、まあ、1回とは言わずね、まあ、一時期、ぐらいはやっぱり活動しておかないとということで、ドット&ラインは3月と、あとおそらく4月もやると思うんですけどね、はい、ヘブンアーティストとしての活動を行います。でこれがもうね、投げ銭だけでご覧いただけるっていうものでございますから、本当に気軽にご覧いただけます。で場所は上野公園ね、もう上野公園便利ですね。はい、JR 上野駅からはもちろんのこと、京成電鉄だったり東京メトロだったりの上野駅、まあ、そこから徒歩少々で行けます。で3月はお花見のね、時期と重なるんです。だからもしかしたらタイミングが良ければ桜の花も見えるかもしれません。今年はね、桜特に早そうですからね。はい、で日程の方なんですが、まずは3月5日、これ火曜日ですね、14時から16時まで上野公園の噴水池前で行います。2時間ありますからね、まあ、小休止を入れながら進めさせていただきますけれども、そして、3月の10日、ね、3月5日の次は3月10日、3月10日は日曜日でして、こちらは15時から16時までの1時間、上野公園にはね、スターバックスがあるんですけど、このスターバックスの、横っていうかな、そのスペースで行います。そして、もう1日3月の14日、ホワイトデーですね、はい、3月14日木曜日は、同じく15時から16時までスターバックスの横で行いますので、ぜひぜひご覧いただければね。もう上野公園ですから、もう屋外のスペースなんでね、そう、もう特におすすめなのはお子様連れの方ね、ベビーカー押しながら見られちゃうから、でお子さん泣いちゃったりね、少々騒いだりしても全然問題ない公園なんで。でもって上野は上野動物園もあるし、あとなんていうの、遊園地まで行かないんだけど、ほら
あの昔デパートの屋上とかにあったようなやつ、少しね100円とか200円とか300円とか入れればガーって動くようなああいう遊具なんかもあるので、お子様連れの方本当おすすめですよね。まあ、それから大人の方も、何せ上野公園には、東京都立美術館、そして国立西洋美術館、そして国立博物館、国立科学博物館とありますのでね、もうちょっとこうお勉強がてらっていうかな、美術鑑賞がてらとか、お勉強がてらとか、ご覧いただくことができます。で、その代わりといっちゃなんですけどね、屋外なので雨天の場合はこれはもう中止なんですよそうだから雨の日はね申し訳ないんですけどちょっと行えないという形なんですが、この3月5日10日14日ぜひ大チャンスでございますので、もう投げ銭だけで気軽にご覧いただけますので、ぜひぜひ上野公園お集まりください。もちろん CD の収録曲も行うし、収録曲以外でもね、皆さんおなじみの一曲にぎやかに演奏いたします。そして、まあ上野公園はね気軽に見られるけど、まあやっぱり東京近郊の方でないとなかなか難しいっていうのがありますよね。そこでもう一つはオンラインライブの紹介でございます。3月10日日曜日、まあ、この日はお昼間はヘブンアーティストパフォーマンス上野公園でやってますけど、夜の8時からね、オンラインライブを行います。こちらZoom を使ったオンラインライブとなっておりまして、大体2ヶ月に一遍、現ファンクラブ会長の富山の、星井ひかるさんが主催して行うオンラインライブとなっておりますね。8時から大体9時ぐらいまで行いまして、で9時過ぎからはですね、Zoom を使ったオンラインライブなんで、これ Zoom ってほらもともと会議アプリだから双方向でお話できるんですよね、複数人でお話できるアプリなので、9時過ぎからはね懇親会ということで Zoom 飲み会みたいのを行っております。そうだから1時間ぐらいね、そう最初に星井さんの、そうだ、星井さんパソコン講師されてるので、星井さんのね IT ワンポイントレッスンが大体最初10分ぐらいある、ね、でその後50分ぐらい私アナちゃんが演奏して、で休憩を挟んでオンライン飲み会っていう形にね、大体なってますので、はい、こちらの方もね、どんどんご参加いただきたいなって思いますね。最近またねこの YouTube の視聴者の方がこのオンラインライブ、 Zoom オンラインライブにね参加してくださっててとても嬉しいなって思うのでね、ぜひぜひ皆さんご参加いただけたら。で参加費は1500円となっております。1500円でこちら PayPay でもお支払いできますし、ちょっと事情があってっていう方は銀行振込でも大丈夫です。で、先ほどのヘブンアーティストパフォーマンスのスケジュール、そしてこのZoomの使ったねオンラインライブの詳細はもちろん説明欄に書いておきます。そう、Zoomの場合はねお申し込みが必要なので、メールで星井さんの方までお申し込みいただければと思います。そう、あとねこのZoomを使ったオンラインライブはもう一つ特典というか、サービスがございましてね、まあサービスになるか分かんないんですけど、リクエストをね申し込みの時にしていただけたら、そのリクエスト曲にお答えできればお答えしていくという企画もやっております、ね、これ 100% じゃないんだけど、まあ特に私の自作曲だったり CD 収録曲だったりっていうのは、なんていうのかな、まあリクエストにお答えできる可能性が高いので、そういう曲を中心にリクエストいただけたら、もちろんあれですよ、収録曲じゃなくてもお答えできる場合は積極的に演奏していきます。例えば YouTube で演奏してた曲とかはね演奏できる可能性も高いし、そう、それからね、そう、Zoom を使ったオンラインライブなんで、これなんていうのかな、
例えばこう YouTube とかだとね、まあ権利上演奏しがたい曲とかも Zoom を使ったライブだったらできるっていうこともあるんですよ。まああまりそんなには多くないんですけど、だからちょっと YouTube ではね聞くことのできないレアな曲っていうのも時々演奏があります。そういうのも楽しみにねしていただけたら嬉しいなって思いますね。はいはい、まあこのヘブンアーティストのパフォーマンス、そしてZoomを使ったオンラインライブも、はい、本当にね手頃な値段で気軽に、ご覧いただけるというものなので、ぜひぜひ皆さんご参加ください。はい、ということで今日は自撮りでライブ宣伝を行いました。もしかしたらもしかしたら顔が半分ぐらい切れていたかもしれないし、ね、そもそも全然映ってない事件とかもあるかもしれないけれども、いかがでございましたでしょうか。ぜひぜひ映像の感想なんかもコメント欄に寄せてくださいね。ちなみに今日はねこれ撮ってるところの近くでなんか工事をやっててね、工事のノイズも結構入ってるかもしれません。ごめんなさいね。ということで映像も音声ももしかしたらいまいちだったかもしれないけど、いいねボタンやチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。